さあ加藤純一プレゼンツ第2回配信者ハイパーゲーム大会メンバー争奪ガチドラフト会議よっしゃー。なんか着てる、あユニフォーム着てる、あ釈迦金どうなんだろうな、はい、釈迦金また選んでくれたら嬉しいしな。盛り上げていくとかがちょっとどう頑張る。あと黒人さんと打足さんが、うん、もう本当におじいさんなのにどこまで若者に食らいついていくか。確かに。なんか補足なんですけど、前回そう黒人さん前日寝ずに行って本番中寝てたんで無理だがやって寝てたんで、ちょっとそれ注意したんで、はい、今回パフォーマンス高いと思います。確か前回黒人さんをその釈迦さんが30名ぐらいに確か撮ったんです。そう早めに撮ってたと思うんで、この辺もちょっと楽しみです。でも良かったでしょ、同じチームにいてさ黒人さんみたいな人がいると良くない。でも黒人さんはね欲しいっすねおなんだその釈迦のさ黒人愛は撮ってくれるか釈迦、また欲しい、あなる頼んで釈迦、誰とでも寝るぞ俺は。さあそして、今大会で すぐに行くんだから連絡ください。行きましょうか。待ってるんで。発表してください。すぐ行けるように。はい。まずはデイワンですね。もちろんこれかゲーム。で、ラインナップはこのように。スト6入ったじゃん。改めてハイパーの部分はバロないんだ。発表となりますのでこちら。お楽しみ。バロないじゃん。そうですね、まあ、これ間違えてない。デイ2のハイパーだ。これスーパーのことじゃないの。スーパーマーケットの略じゃない、はい、ハイパーなのこれ。スーパーでいい、ま、間違えてない。ハイパーからのハイパー。いやスト6来たらもう最強だろ。俺もやったことないんだけど、エーペックス、ハイパーマーケットシミュレーターかもしれない。あ、面白そうだなこれ。ハイパーマーケットシミュレーターかな。でもバラないね、すごいね、取れ俺を。さあそれではですね、シャカ勝たしてやるぞ。1巡目から参りましょうか。早速ですけど、はい、来た、緊張してきた。それでは石田さん各リーダーから指名選手。まあでも俺よりも、まあ、大志くんが最強だし、基本は控室。俺ちょっと遅れてきたんですけど、控室なんかもうすでにジャブ打ち合ってて、あそうなんだ。なんで誰取るのみたいな。なんか普通にありました、あの退治ハラスメントみたいな。あ、まあ退治だよな、やっぱな。ハイハラね、ハイハラがありました。前回人気が1巡目で選ばれたのが渋春さんとかね、スパイギアさん、あそうだね、あとユリウスさん、うん、ユリウスさんですね。であとフトンちゃん、加瀬さんなんかオープニングでも話しましたけど、フトンちゃん選ばれてましたからね、1巡目前回。今年はないです。ミラーしてるよ多分フトンちゃん。画面の前で期待してるかもしれないですけど、フトンちゃん取らないです。リオも強くなった。リオ今強い。強いよ、布団ちゃん。逆ドラフト。絶対取らない。でも、すみません、布団ちゃん。絶対取らないから。大丈夫だよ。何が大丈夫なんだよ。そんな逆ドラフトもあるんだ。普通、多分ストリートファイター、できるからとか。え、あ、そうだ。パブジーストロークできる人いますよ、布団ちゃん。俺じゃん。布団ちゃん、4、3時間超えてるよ、これ。確かに、もう時点で、かなり有望。俺だし、布団だし。実は。まあ、やっぱいろんなゲームできるやつやっぱ強いな。そうすると黒人さんも強いですよ。ああ黒人さんも強い、うん、うん、確かに。ケイチさんとか、ね、なんだ王だ、おいおい今の黒人さん強い、うん、おい王だ、なんだおい、なんだ今の、おうん、大変ながらこう待たせて。そうですよねって言えよ。第2回配信者ハイパーゲーム大会サポーテッドバイ加藤純一。平井さん頑張ってんな。選択希望選手来た。チーム加瀬さん、大事か。うわぁ、うわぁ、ドライチかよ。いったな。マジで俺加瀬くんのチームだ、やった。何その顔。やった。第一巡選択希望。釈迦金じゃないんだ。チーム釈迦。多分外してでしょこれ。大事。やっぱ大事だよな。やっぱ大事だよな。強いね。強いのが勝ちね。勝ちに来てますね。第一巡選択希望。てか全部大事じゃないんだ。モコ。大事。大事だよね、そりゃそうだよな。そりゃ被る、そりゃ被るわ。基本大事だわ。だから大事が取られるから俺を取ったのか。第一巡選択。これは加瀬くんのために頑張らなか。ジャスパ。多分大事でしょ。だよな。なるほど。バブルのバブルガチじゃんみんな。本当に大事じゃねえかよお前ら。あんだけ大事大事って振りみてえに。マジで大事よ。
いやこれは逆にそうだね、狙いに行ったんだから、あ、分かった、絶対倒さなかった。まずは選んだ理由から、加瀬さん、まずは黒人さん聞いていきましょうか。僕はやっぱ最後にストロークがある、うん、で、あの泰治さんを取りたいなと思ってたんですけど、はい、それよりも泰治さんに勝つ黒人さんを最後に見たい。おお、最後に黒人に決めてほしいなって思ったんで黒人さんを1位にしました。ただプレッシャーに弱いよ、今からもう緊張してる、そんなこと早くなってると思う。あと8日あるからね、出てくださいよ。いや8日あるけどスーパーマーケットあんだよな俺。すごいな。さあそして、シフト入んなきゃいけるけど、シフト入っちゃうからな。これはちょっと頑張らんか。いや加瀬くん頑張るよ俺、マジで頑張る。でも逆にこうやって泰治くんだと被ると取れんかった場合に、はい、もうコンセプトを大きさっていう軸で固めていこうと思って、デブいってっていうのも、じゃあ俺取るよ。やっぱりあの例えば声の大きさだったり、俺でかいだろ、広告料だったり、うん、タイジ声小さいだろ、やっぱ直結したりすると思うんで。黒人さんどうする？でもおいジャスパー止まるな、おいジャスパーおい見てください、このグラフのデカさ。 あグラフ確かにね、デカすぎ。そういうことか、パンパンです、ね、そういうことだ、グラフ脱足もうそれは上選ぶわ。そう、そうだわ、うん、それだ。あと前回大会のやっぱ功績のデカさっていうのは、まあそうだね、いや大きいな、何やったって分かったもんな。もう取らざるを得ないなと、このコンセプトにおいて抽選で選んでいただくってことは、スト6あるってことは誰だ、出てるやつ。石田さんボックスお願いしていいですか。マジ欲しいな、タイジ俺。でもやっぱかぶりたいな。勝てるとしたら4人、黒人さん1本釣り美味しくない、うん、布団ちゃん、吉生美味しいよね、だって取れないんだもんね。かその上位4人がそれぐらいか。ギアちゃんまだちょっときついんじゃないか。ギアちゃん、あ、ワイワイさん、ワイワイさんもなんか強いらしいな。どれぐらい？ブランカだよね。ってことはブランカ戦もやっとかなかんな。ギアちゃん1300、1300で勝てる。あ、スタヌーもいる。これ引いたらもう引くんですか。これ引いて開けないでください。てか釈迦もなんだかんだって強いしな。スタのエドマスターってかどんなゲームやってんだい、ゲームうめえな本当に。初日で諦めたんだね、これむずいなっつって。誰だ、モコウ引いた、モコウが引いた、固めたね。タイジさんを引いたらモコウさんです、おめでとうございます。済みましたね。最初から俺しとかねえから、釈迦金がっつり狙っていくぜ。あのマリーザ対策もむちゃくちゃしようぜ。マリーザ対策も一度ともダメージ受けずに勝つわ。でもストシックスの取りってことはストシックスポイント高いのかな。高いんだったら俺答えてる方と答えてない方も答えてない、結構ガチでやった方がいいね。ポイント高いよね、ガチでやった方がいいね、絶対高いよね。なんかあれだね、みんなの謙虚さが、いやこれちょっと待って、緊張感がしてきたぞ。極端にちょっと待って、パイパーゲーム大会だろ。石田さんお願いしていいですか。ただの、はい、ありがとうございます。あれちょっと緊張感がしてきたぞ。ウちゃん、ユフィそんなに謙虚じゃない。俺普通になんか逃げかしいつも出たらいいのかなっていう感じだったんだけど、結構ガチでやるべきだな。いやもうスト6は正直悪いけど、布団ちゃんにも俺負けないと思うから。はい、まあ、タイジと俺しかいないじゃん。いやどうだろう、吉永くんは結構強いんだ、今吉永くん結構強いんだよ。だから吉永くんはちょっと怪しいけど、結構強いから、タイジに勝てる。いや分かる、きついよ、多分基本きついけど、まあ練習してなんとかって感じじゃない。さすがに俺も強くなったからな。吉永モチベ高いからまだ国の方が強いって言ってるけど、吉永くんの戦い方ってね、荒れないのよ、安定してんのよ、ずっと攻める続けるから。でこっちは対応だから荒れるのよ、うん、その日の調子で上がったり下がったりするのよ。で吉野君がちゃんとねアベレージ取ってくるから、大会強いね、あっちの方が。ぶっちゃけでも布団ちゃんがバランスいいよね。エーペックスできない、エーペックスもできるよね、エーペックスできる、パブ G できる、でストロークできるでしょ。やっぱ布団ちゃん俺来ると思うけど。いや一巡指名は嬉しいだろこれは。この4名もねゲームうまい。いやうんこちゃんスト6入れたか、二巡目誰だろう。その中でね、でもエーペックス強いやつ欲しいよね、もうね。じゃあスト6も強いやつだ、布団ちゃんとか欲しいよね。でももう加瀬さん入れないっつってるから、加瀬さん一回ちょっと曲げよう。布団ちゃんそう有能だよ、布団ちゃん有能、ああ見えて有能だから。誰、チン、カセン、布団じゃないっすー。カセンさんよく選んだ、偉いよく選んだ。やっぱり指名するんじゃ、好きなんじゃ。そうだ
第2巡選択希望選手。嘘だよ、決めんだよ。吉永。うわあ、やっぱ吉永選ぶよな。取られた。実はね。取られたな。やっぱり気づいてたか。第2巡選択希望選手。チーム、モコ。スモモ。スモモ。あ、エーペックスで来た。いや、ここ強いよ。エーペックスで来たわ。タイジでなんとか一人でなんとかなると。第2巡選択希望選手。ってことは団体戦じゃん。勝ちます。スタンミ。スタンミ君。なんかいいね。なんかいい男揃ってるね、すごいね。確かにスパイギアと。もうジャスパーチーム黄色い線すごいだろうな。グッズの売り上げそこで上げようとしてない緑のグッズはね、緑ばっか売れそうだな。でも本当はパブジーが強くて、かつ黒人さんの裏に置く布団ちゃんめっちゃ強いです。硬い。ここちょっとわかんない、うーんって言ってるけどわかんなかったな。俺の裏に置く、ちょ分かんなかったけど、分かんないけど、クソシックスのことかな。あとサクシスね、こう布団ちゃんこうあえて取らないよって下げといて、分かんなかったんだけど、実は欲しかったっていう、はい、でも布団ちゃんは多分相当ポイントゲッターになるんだよ。パブ G 強いし、エイペックス強いし、クソシックス強いし、それはね、やっぱ国に取られた以上、うん、こっちはルークで対抗していかなきゃ、ね、していかないと。国軸、ね、ちょなんか気持ちいいんだけど、うん、内容だから。加瀬さん、まあ、結構今格ゲー愛してるよ加瀬さん。釈迦自身も強いもんね。釈迦も名前呼んでくれてありがとう。愛してるよ。さあ、そして万能型が揃ってきました、モコさん、はい、いやもうあら気持ちいいね。じゃあ次誰だ。もうじゃあもうスト6さんも固めなくていいだろう。もう2人おれ。あ、でもな、5人対戦とかな。いや、これモダンルークだ。第30選択選択希望選手チーム。そろそろエイペックス来ない。エイペックス来ない。エイペックスもでかかったでしょ。マザークラッチペア。何これ、なんで2人選べんの。なるほど。何これ2人選べんの。お、え、めちゃくちゃお得じゃん。え、何選択希望選手。3チームシャカ2日枠ソラル。おお、そうなんだ。チーム片方しか出ない。あ、ユリース。ユリースガチガチ。やっぱタイジユリース取られたら前回と変わんねえじゃんこいつ。こいつ変わんねえじゃん前回と。チームジャスパー。タイジ京一郎。いや、京ちゃんか。でかいな。確かにでかい。しかも京ちゃんうまいしな、エーペックスとかその FPS 全部。4巡目参りましょう、発表です。さあ誰。最終第4巡選択希望選手リーダー加瀬。ケイケイさん。グリーンヒット。ゼータで固めましたね。行く。ケイさんいいね。ゼータ固めたね確かに。グラッチさん第4巡選択希望選手ケイさん来たね。ケイレ釈迦強いぞこれは。渋谷渋谷春来た。ここで頑張ったね。ここでね、ここで、まあ、それはパンチ強いの来るね。そらそらそうか。手堅い。第4巡選択希望選手チームモコカモノハシ。カモノハシ前回と変わらんよ。突然な信頼を捨てるんだ。好きだね、カモノハシが。好きなんだな。絶対指名するもんな。第4巡選択希望選手チーム好きなんだよ。ジャスパーイオリモエ。あれなんで、デカさ、あれちょっとジャスパーの口から聞きたい。デカいで撮ってるんですよ。以上、ドラフトによるでかいって何が、何がでかいのよ、教えて。はい、どういうことだね。そう、やっぱそうですね、やっぱ前回女性が一人、釈迦さんチームでユノシーさんって感じで、そうですね、やっぱ女性がいるとやっぱ士気がなんかやっぱ上がる気がして。うん、実際上がったね。ここで一人取っておきたいな。ユノシーのおかげで。そうです。で、やっぱでかいっていうのは大きい、はい、影響力が、影響力チームに対する影響力が大きい。なるほど、逃げたな。でけえ。逃げたな。ありがとうございます。いや、はい、いい選択ですね。おっぱいいいけどな。チームビッグ、はい、大きい人が集まって、おっぱいがでかい。ということで、いた4巡目まで終了しました。来てできるんですか。エイペックスポットとオールマイティポットと40オーバーポットは1人になってしまったんで。あ、なるほど。混ぜます、この3人。なるほど。ポットがあるんだ。ミステリーボックス、なるほど、なるほど。40オーバーポット、はい、
四畳半俺2人しかいなかったの。あ、そう、助っ人も混ぜて四畳半2人しかいないの。え、言っていいの俺、俺ら狙い撃ちしたら俺と打足が出るかもしれないし、打足が出るかもしれない。なるほどってことですね。いいのかなっていう感じします。ってことで以上の一旦、なんか申し訳なくなってきたんだけど、分けさせていただいておりまして、各リーダーにはどのポットから挑戦するか決めていただき、オープンレッグポットいきます。あー、来ましたね。大江ちゃんプンレク固め。いやね、相撲も退治しますから。ここまで。ショコ君、いや、僕どっちも欲しいですね、正直。へぇー。どっちもすごい。ショコ君も、なんか、どっちも多分いけんじゃないかな、エペもあれも。うん。ね、引き毒ですね。大江ちゃん引いたら、大江ちゃん引いたらまたあれだし。ショコ財布ペースうまいですよ。引いたらあれだし。あれだしってなんだよ。さあ、行きましょうか。どっちだ。おぉ、あっさりショコ。おぉ、ショコ。あっさりショコ。よろしく。お子さんチームに入りました。ショコさん、バランサーですよ。当たり当たり当たり、おえちゃんはミステリーに、ミステリーミステリーミステリー入り、ミステリー入りか。キーで固めてきます。なるほど、ミステリー行きたいんだけど、狙いたいんだけど、繁盛とまあリスクの先にしかリターンねえわな。勝負しようぜ、勝負しよう。リスクの先にしかリターンねえから、やっぱその時に引いた時のもリターン最高だから、たまんねえから。ここ行きたいっす。濁ったってやめろお前ら。それでは石田さんお願いします。濁ったってやめろ。おー、来たー、最終決定。パンパンだ俺のとこ。パンパンやな。ゲットした。俺のチームどうなるんだろう。いや、スト6重要だねこれ。めちゃめちゃデコボコです。ちょっと布団ちゃんと一緒にやった方がいいねこれ。逆にね、逆にそう。オニアとか幅が広いね、うん、出るやつ決めた方がいいね。そう、確かに。いや、そうですね、うん、まあ引かないでおこうと思ってたんですけど、最終的に最後にボードカムリアキも来て、うん、なんかこのチーム全員にすごいミステリーで結構引いたんで、うん、あの運命みたいなものを感じてるんで、うん、本番もみんなでなんというか、まあ、仲良く力を合わせて頑張って優勝を目指したなと思います。確かにね。ありがとうございま す, ございます。リーダー頑張ります。ソジックス頑張ります。ゲームだね。2人いたり、パーゲーム大会で皆様お会いしましょう。さよなら、さよなら。いやー、ちょっとやらなかんぞ俺、マジでこれは気合入れてやらなかんな。ちょっとオニアとフトンちゃん呼んでやらなかんな。練習だな。さすがにこれは俺期待されてるからね。俺びっくりしたわ。俺そんな位置なんだと思って。でもさ、もう一回言っていい、もう一回言っていいですか。軸気持ちいいね。もう一回言ってくんない、みんな。俺ってなんだっけ、このチームの軸。ああ、ああ、黒軸。僕、名前黒人ですけど、黒軸。これは聞いた。